はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼4実況プレイ、今回が第19回目、本日もよろしくお願いします。はい、今日から全日本編が始まります。始まるよイエイエイ。いや、すごい楽しみにしてたんですよ、このね、全日本編。なんかまだ磯木くんの話では親善試合ということでテストマッチ的なねものが3試合組まれてるらしいんですけども、とはいっても全日本編だからね、もうあんな選手やこんな選手がもうベンチにいますから。で、前回の試合が終わった後にすぐに僕はスタメンのね設定をあれこれやったんですよ。そしたらね、これが出来上がったチームが、なかなか面白い感じのチームができちゃって、個人的にね早くこれでプレイしたいなっていう風にね思ってて、で今日迎えてね、で、画面を出したら、昨日せっかく設定したチームが全部リセットされていたっていうまた一から設定し直し忘れちゃったよみたいなねっていうのでね、多分ね昨日設定したチームと今日設定したチームは微妙に違ったりするのかもしれないけど、多分一緒かな、大丈夫だと思うけど、うん、そんなこんなでお見せしたいと思います。では、我がハミカミジャパンはこんな感じです。はいはい、ではご紹介していきたいと思います。はい、順番にねいきます。11番カズオ、10番キャプテン翼、9番ミラクルニッタ、8番マサオ、7番タキ見間違いじゃないですからね7番タキ、6番石崎、5番カミカミ、4番組長ジトン、3番ミスギクンクン、2番ソーダマコちゃん、そしてゴールキーパーは森崎くん。この11人が本日のスターティングメンバーです。この人ネタじゃないですからね、僕は大真面目です本当に。簡単にね解説をすると、前にね南葛ウィングスっていうチームで滝くんと対決したことがあって、その時の滝くんのスピードったらもうコインブラを彷彿させるものがあったんですよね、すげえ速かったんですよ。それがねなんか脳裏に焼き付いてて忘れらんなかったからね、滝くんをぜひこの全日本のコインブラにしたくて、今日このね、まあ、テストマッチっていうことなんで、試しにお試しセットでね、お試しセットということで、滝くんをね使ってみようということで、ネタでもなくね、目にゴミが入ったわけでもなく滝くんを、使ってます。あと、カミカミくんはね当初6番の位置に置こうと思ったんですが、大学生編の方に、視聴者の皆様の方からカミカミくんをセンターバックに置いてみたらいかがでしょうかって言ったね、ご意見もいただいていたのを拝見して、それもなんか面白そうだなと思ったんで、まあこのテスト試合中ちょっとカミカミくんをセンターバックで、使ったらどうなるか見てみたいどうなるか見てみたいっていう気持ちでね、5番に置いてみました。あとはおなじみですよね、そして、テントリアはもちろんニッタ、もうこの翼とニッタでゴールを量産していきたいと思います。よし、ということで、本日の対戦相手が、マンチェスターということなので、情報を早速見ていきましょう。はい、おお、サナイちゃんだ。ロリマーとロブソンが攻守の要よ、ロブソンのパワーブロックを破らない限り勝ち目は薄いわねなんかはっきり言うねしかも僕は今なんだろうな、練習試合のつもりでいるからそんなに勝ち負けとかあんまり気にしてないんだけど本気だねサナエちゃん。サナエちゃんが本気なら僕も本気出しますよありがとうサナエちゃん。なるほど、 OK。 そしたら、作戦の方も見ていきましょう。ロブソンがゴール前から離れた時を狙っていけ、ディフェンダーはロリマーの動きに注意だ。なんかあれですね、ロブソンとかロリマーとかいるってことはもうマンチェスターというよりもイングランド代表と対決してるような感覚になっちゃうんだけどな。マーク9番ロリマー、
4番ロブソン、あ、5番アレクセイ。かっこいい。アレクセイって聞くとなんかロシアの名前のイメージがあるんですけどね。なんか前ね、100人の村だったかな、なんかテレビ番組でね、アレクセイ君っていうロシアのねホームレスの少年をのドキュメントがね、ドキュメントを1回見たことがあって感動したことがあってで、ね、ちょっと思い出しちゃったよ。はい、じゃあやっていこう、聞こう。よし、行こう。おー、白いユニフォーム、みんな。おお、白もいいね、なかなか。よし、頑張ります。お、タキ君、よっしゃ、行け。あれあれ、気のせいかな。今普通だったんだけど、取られちゃうし。タキ君、お、敵の曲かっこいい。あ、ちょっと好きかも。おー、来たー、ロリーマン来たー。よし、組長、よっしゃー、パワーター、いけ。仕込みに時間がかかるパワーター、ブリャーった。うわ、バモントショット早いね。まだ3分ぐらいしか経ってないよ。森崎、止めろー。マジで開始 2,3 分ですよこれ。ジャパンジャパン頑張ろうぜジャパン。そしてマンチェスターの旗がなんかルーマニアっぽいね。よしよし、今のはね、もうあれだ、お土産だ。わざわざ日本まで来てくれたあのこのマンチェスターの人たちに対するちょっとしたファンで、お土産です、プレゼントです。そしたら困ったな、タック本当にドリブルそんなに速くないのか。そっか、じゃあしょうがないね。前半はタック君でいきますよ。それでもよし、お、ラッシュ君。じゃあヒールリフト。ラッシュって聞くとあの石鹸屋さんを思い出すね。よっしゃ、いけいけ翼、いいねいいね。誰使っていこうか、兄弟やってみる、仮装とかマサオとか。そうだね、じゃあここ仮装にパス。低い球、あれあれ低い球、あれペナルティエリアに入ってたはずだったんだけどな。まあしょうがない、じゃあ翼に折り返そう。翼、よし、マッコイ君。そしたらネオサイクロン。いきますよ、最初からクライマックスだ。いけ翼、サイ、よーし、ナイス。ナイスっていうのもあれだけど。決めろーキャプテン。ポストかー、厳しいぞー。ガッツ500近く使ってんだに。あ、やべー、カミカミ戻れ。まずいまずい、まずいぞこれ。うわー、ロリマー、え、スルー、これはやったーやりました、おバカさんがいました。まこちゃん、よし、危なかったー、サイクロンでガッツ500近く消費した上に失点とかなったらもう最悪だもんね。新田走ってくれるかな、もうちょい粘ってみようか、無理せず、もうちょい粘ろう。よし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 、でこの辺、この辺、新田
あ、高かった？じゃあトラップ、よし、エースストライカー、ハヤブサシュート、決めろ、ニッター、うりゃー、うわー、パンチング、タキくん、おお、タキくん、ナイスプレー。そしたらそれをニッタ471、翼228、ここ、カズオ、うわ、アレクセイ来た、うわ、取られた、やるなマンチェスター。よし、サル、うわ、かわされた、よし、飛べ兄弟、久しぶりのスカイタートルだ、いっけー、クリアー、さすが、さすがマサオ。そしたらどうしようか、アイディアがないな、浮かばないな。石崎、よし、困った時の猿、いや、マザルバスターいけー、実はレベルが一番低い石崎いけー、うわー、マジで入んないな。まずいまずい、ここで奪っとかないと。まこっちゃん、お願いします。フースバール、取れない、強いね普通の選手も。うわー、来たー、ロリマー来たー、ジト間に合ってくれ、よし、どっちかな、こっちやっとった、あー、ドリブルか、あ、ヌー、これは取れない、メオンくん魂を今見たんですけど、うわー、打ってきたー、バウンドショット、お、神々、届かないかくそ、森崎ちゃん頑張れー、おお、くんくん、よし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 、うわ、うわ、1対1、どうする、青春、よーし、ナイスキーパー、オッケー、よし、ナイスパス、反撃反撃、翼278、石崎が432、新田が521、このまんまだな、ちょっとパスコース作っとこう、パス、ここ翼、よし、キャプテン頑張ってくれ、キャップキャップ、よし、クリップジャンプ、これが最強のドリブル技、よーし、決めろ、キャプテン、さすが、やっと1点、オッケーオッケー、そして久しぶりに左から2番目の可愛い子が見れたあの、なんか手のね、角度がいい今度やってみようかな、サッカーやるとき、うわー、ロニマーすぐ合わせてくるね、よし、ここはみんなで潰そう、いいねいいね、大丈夫大丈夫、まだまだ4人ばかりいる
まだ4人ほどいるから。最初のペア、いけースカイタートル、よーし決まったよし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 、うわラッシュくん潰せ潰せ、シュートシュート、迷うねしかも随分開きがあるね、パンチとキャッチ、パンチ、ちょっと様子を見よう、これで、うわー、マジっすかー、強ー、ラッシュくん強よし、猿こうやってこうやって、よし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 、まこちゃん、テストマッチだからね、いろんなパターンをちょっと試したいんですよ。無理やりちょっとニッタに出してみたいな、ニッタ、よし、ナイスパス、いいねいいね、翼と新田がね、こう点取り屋になってるのがいいね。かつて南葛 SC のね、センターフォワードを任された2人ですからね、 OB コンビ、なかなかコンビができない嫌われてる、翼嫉妬してんの、もしかしてお前とはコンビを組めんみたいな。よし、関係ない、打て、ハヤブサボレー、ストライカー、いけー、うわー、クリア、強ー、やっぱ危険だね、サナエちゃんの言葉が蘇ってきたよ今。おお、反則タックル、ナイス、タキ君いいぞ、よっしゃー、いいね、おし、ナイスタル、あと10秒、打てない、打てない、打てないか、打てないか、翼も打てない、打てない打てない、みんな打てないのかでも石崎を打てる、ヤマザルバスター、いけー、サルー、貫けー、おー石崎ー、ナイスゴール、これは素晴らしい、やったー、ブラジル研修は伊達じゃない、よしよしよし、レベル的にはね、みんなより2つ3つ低いんですけどね、よくやった、来たロリマ、ここで止めとおかないと、石崎も疲れてるだろうけど行こう、新田くんはパスカット頼む、それよし、上手にそれました、おっしゃー、同点、あっ、さなえちゃんだ、ごめんね、さっきはなんか遊びのつもりで臨んでたんだけど全然そういう雰囲気じゃなくて、さなえちゃんに言う通り頑張るわ、よし、ガッツチェック、いやー石崎頑張ったよ、あ、石崎レベル上がった、気のせいかな、よしよし、そんなもんか、よし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 、みすぎくんもよく頑張ってくれたよ、そしたらちょっとここでいろいろ試してみたいんで、佐野くんを投入します、で、みすぎちょっと攻めやってみよう、
試合再開。よっしゃ頑張ろう。松山、マジで松山と後半から参加。あーやっぱいたんだマンチェスターに。よし勝負だ。おお、これはちょっと楽しみ。松山 VS 翼。よーし翼、さすが、いいね。ちょっと後で神々くんにも勝負させてすげえミーハー、一人だけミーハーがいますからね、この中に。サイン色紙いっぱい持ってきてますから、合宿用のあの荷物の中に。もうあれみたいですよ、筋肉マン2000に出てきたカオスくんみたいにね、憧れの選手たちに囲まれてサインねだりたい放題。松山くん、後でサインちょうだい。ワンツー、よし、どうしようか、勝負しよう。あ、オーバーヘッドとかあるんだ、打ち分けられるんだ。よし、じゃあハイパー頑張れ、水着。うわー、やっぱ強いね。あいつと1対1だったらほぼ間違いなくカットされると思わないとダメなのか。なるほどね。どんまいどんまい。よし、行け猿。よし、ナイスタックル、ナイスタコナイスタコ翼。よし行け大空くん。最強のクリップジャンプ。よし、ナイスクリップ決めろ。よし、えらい、3対2。僕も手あげようかな、決めるたんびにあの右手がいいんだよな。よし、じゃあそろそろ兄弟を使ったシュートとか打っていきたいですね。うわ松山、よし、対決パート2。よし、えらい、オッケーオッケー、攻めるぞ。ガッツ少なくなってきたね、翼も。じゃあ見すぎ、よし。ちなみにお、ファストブレイクとかあるじゃん。よしよし、上がれ上がれ。うわー、カズオがいいね、カズオが。ここカズオちゃん、わあ、高いと打てない、高いと打てないんだよね。そしたら高いと打てない、じゃあここ戻そう、まこっちゃんに。よし、そのための2番、そうだ、センタリングがしくじったらもう一回まこっちゃんから送るっていうね。あ、ダメだ、打つしかない。よし、ハリケーン。懐かしいね、これも3の時のアルゼンチン戦を思い出しますよ。よし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 、いけースカイラブハリケーン。お、
おお、ハリケーンミキサー来た。いいぞ兄弟。オッケー。よし。とりあえずロブソンがいないところからやっぱシュート打たないと厳しそうだね。まあそれは私が言ったでしょってサナイちゃんが怒ってそうだけど。初めからそう言いましたかみたいな。うわー来たー、イーグルショットかっこいいね。お、組長。うわ届かない。やっぱ強いね。よし森崎、いいとこ見せろ。森崎パンチ。うおー強い。すげえ。すごい。えらいよ今のは。今のはすごいわ。変える。移動する。もしかして11番、6番、10番、8番、7番。いやー、これはきっとロリマーか、ロリマーか、松山くんだよね。多分。みんな、ゴール前だ。で、ストライカー、ミッターはここ。よし、OK。おお、来た！コーナーからの、イーグルショット！あ、誰も来ないもう一回止めろ森崎。うおー来たー森崎偉いぞー。よし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 。あ、でもパスがひどい。パスひどいな森崎くん。これ翼だったらなんとかしてくれるかな。あんま焦る必要ないか。とりあえずこの辺マサオに渡そう。よしよしよし、トラップ。でカズオ。よし、たっぷり時間あるから。あ、ちょっと、新田。戻ってこなくていいんだよ。戻ってこなくていいんだよ。この辺。よし、低いボール。お前の大好きな、ハヤブサボレーだ。いけ、好物。うりゃー。うわ、かろうじて弾かれた。コーナーキック。よし、コーナーキック来たよ。試合再開。キッカーはそう、あー、これ打ちたいな。これ打とうか。変えない。シュート、サナとのコンビプレー。いけー、ジト。あれなんか嫌な予感。うわ、取られた、取られちゃったよ。よし来たな。もうガッツないよ。じゃあブロック、いけ、クソったれよし、ナイスプレー。いやー松山来た。あ、こっちゃ、通すなよ、頑張れ、それ、よしよく取った。よし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 。カミカミくんがね、あの、一人取り残されててちょっとドキドキしてたと思うんでソーダさんが抜かれちゃったらどうしようみたいなね。よし、そしたら、うわ、ガッツ少ないね、みんな。もうちょい運ぼう。
あ、捕まった。ここよし、ナイス、カミソリパース。お、 C ブロック入りました。よし、あれあれ、浮き玉キボーンだったんだけどな、そこしょうがないか。じゃあつ、お、低い玉来た。じゃあそれを仮想に返そう。よっしゃ、来た、スカイラブツインシュート、来た来た来た、タイ嬉しい、ちゃんとタイのセリフがあった。いけー、やっぱキャプツバと言ったらスカイラブツインシュートでしょう。決めろー、よーし、ナイスゴール、5対2、いいね全日本。よしよしよし、いった、ガッツ22、残り2分。うわー、松山来た、打ってくるつもりでしょう、でしょ、打ってなった、打ってくるつもりでしょう、タックル勝負、年下入りますやっちゃった、ニッタやっちゃったよ。うわー、ありがとう、神々イズム満載だね、ありがとうニッタ。よっしゃ、これもらったでしょう。ガッツゼロ、ガッツゼロの若造が言ったぞ。あ、カズオ、あ、ガッツ足りない、そっか、あれ打っちゃったもんね。じゃあタックル、お、普通のでもいけた。はい、ということでやりました、5対2。お、松山久しぶりだね、びっくりしたよ、君がイギリスでプロになったなんて。あ、みんな聞いてないのか、あの前の何でしたっけ、ユニバーサルユースの大会の時にはそういう話を選手たちの間でやんなかったみたいだね。一緒に戦ってきたみんながどんどんプロになっていくんだね。いずれはプロになるだろうな。小次郎もか、あー、やっぱみんなそういうお話し合いをしないんだね。意外にみんなあれなのかな、個人主義なのかな、風呂とか入ってる時にそういう話しないのかな。今美咲って名前が見えたんですけど、お、マルセイユ、ということはレベルアップじゃなくて、あ、やべ、おっしゃった、ということは美咲くんがいるのか。よし、では本日はマンチェスターとの対戦、5対2で勝たせていただきました。で、次回はおそらく太郎ちゃん美咲太郎くんが、いるのではないかというふうに思ってます。楽しみです。はい、そしたら本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また時間が、お時間があります方は次回よろしくお願いします。はい、そしたらまたね、ありがとう、さようなら。はい、おまけコーナーです。題してカズグールのコーナー誰はい、カズゴールのコーナーです。それ、カズ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 ゴール、カズゴール、カズゴール。テンションおかしいぞ。はい、改めましてカズゴールのコーナーです。今日はですね、このカズゴールのコーナー、
またすごいキーパーを呼んじゃいました、ドイツからドイツからあの怪物呼んじゃいましたよ。はい、ミューラーくんの登場です。どん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 、やっぱね、そろそろちゃんと、いや今までもね、カズのシュートを止めてきたゴールキーパーっていうのは、2名いるんですけど、でもそろそろね、己の拳でちゃんと止めてくれるようなキーパーが見たくて、今日はもう最強の男ミューラーくんを、呼んでみましたね。ミューラーくんだったらね、自分の拳でバーンって止めてくれるだろうっていう期待感が持てるしね。あんな白い細い棒に頼ることなく、カズのシュートを止めることができるだろうということで、今日は僕は、三浦くんをね、精一杯応援していきたいなっていうね思ってますが、ね、でも僕はカズ選手大好きですよ。一応、あとこのカズって選手は三浦和義選手とは全く関係がありませんから、ね、第1回目から言わせていただいてますが、はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、このフォーミュラシュートをカズは打ちますんで、ペナルティエリア外から、これが入ると思われる方はカズゴールとコメントお願いします。逆にミューラーくんが、ね、わざわざドイツから飛行機で何十時間もかけてやってきた、ミューラーくん勝つだろうと思われる方はね、ミューラーとどっちもミューラーじゃん、紛らわしいです。ミューラーと、ね、123の数字の3に裏目の裏ね、ミューラーと、コメントしてください。はい、したら予想タイムスタート。はい、締め切り早い。じゃあ打ってみたいと思います。なんかこういう話してると急にカズのことを応援したくなっちゃうな。じゃあ僕はカズ応援します。うん、前言撤回、今日は、カズこのフォーミュラシュートを決めてくれると僕は思いますんで、カズを応援したいと思います。よし、たった一人でもいい。僕はカズを応援します。よし、そしたら打ちます。はい、フォーミュラシュート、いけ、頑張れ、バコーン。またタキ君来た。おお、かっこいいね。なんか必殺技的なものは特にないか。よし、そしたら行きますよ。三浦君も頑張れよ、パンチ。さあどっちが勝つか、いけ。おお、三浦強い。はい、ということで、本日の対決はミューラーくんに軍配が上がりました。3人目の成功者、おめでとう。ということでミューラーくんも引き続き、ファイナルステージの方に、進んでいただきたいなというふうに思ってます。よし、そしたら、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また時間がありますか方は次回よろしくお願いします。なんかね、次回は20回目になるんですよ。早くも、このキャプテン翼4でも、20回っていう、数字を迎えることができて大変幸せを感じてます。はい、そしたら、おやすみ、またねー。